皆さんは住みたい理想の自宅というものがあるでしょうか。セキュリティがしっかりしたタワーマンションがいいという人もいれば、一軒家、周りの家と近すぎず適度な距離があり、大きくて綺麗な邸宅で都会の喧騒から離れた場所に住みたい、そんな風に考える人もいるかと思います。しかしながら、どちらにもいい部分とそうでない部分があり、特に事件といった観点から物件を見ると、そのセキュリティに関してはどちらも怠ることはできません。今回は人目につきにくい家で犯行が行われ、未だに手がかりすらつかめずに未解決となっている事件について触れていきます。宮城県志津川夫婦殺害事件。2002年5月3日午前6時20分頃、宮城県内の住宅で工務店を経営していた会社社長である佐藤重義さん当時61歳と妻の竹子さん当時59歳の2人が変わり果てた姿で発見されました。2人を発見したのは早朝に牛乳配達にやってきた男性。旦那さんは1階の居間でソファーに座って状態、奥さんは1階にある勝手口の外で倒れており、2人ともおびただしい量の出血をしていました。司法解剖の結果、旦那さんの死因は鋭利な刃物で刺されたことによる失血死、首や胸などを複数回刺された痕跡が見つかっており、お腹から背中にかけて突き抜けるほどの深い傷がその致命傷になったと考えられています。また刺し傷以外にも切り傷はいくつか見つかっており、首や顎には脅された時についたと思われる切り傷も見つかりました。奥さんも同じく刺し傷や激しく殴打された痕跡が見つかっていますが、直接の死因は首を絞められたことによる窒息死。発見された奥さんの近くにはコードが引きちぎられた電話機が転がっており、その電話線が首に巻きついていました。凶器に使用されたのは20センチ近い鋭利な刃物と考えられており、2人の殺害には同じ刃物が使用されたとされていますが、未だに凶器は発見されていません。2人の死亡推定時刻は発見される約3時間以内、自宅からは奥さんが普段貴重品を入れて使用していた手提げ袋がなくなっていましたが、その中に入っていたと思われる預金通帳から現金を引き出した形跡はなく、強盗を目的とした痕跡は見つかっていません。現場には犯人の足跡が残されていたものの、直接犯人につながるような証拠や目撃証言はなく、現在も捜査は難航しており、未解決となっています。被害に遭った夫婦は現場となったこの家に2人で暮らしていました。旦那さんは本件の4年前に脳梗塞を患っており、事件発生2ヶ月前には鳴子町にあるリハビリ施設を退院して車椅子生活、10日ほど前から仕事を再開したばかりでしたが、病気の影響から普段はベッドではなくソファーで寝ていたそうです。奥さんはそんな病気の夫を熱心に看護していたそうで、互いに支え合ういい夫婦として評判でした。事件が起きた自宅は7年前に夫婦が新築したもので、周辺の民家より大きくて目立っていました。南東の一部を除き、家の周りはコンクリート製の塀や垣根に囲まれており、外部から家の中を覗くことはほとんどできない作りとなっています。周りには田園が広がり、当時は田植えの時期でもあったので、周辺住民の多くの人が午後8時過ぎにはすでに就寝、結果として犯人へとつながる目撃情報が寄せられることはありませんでした。その後の警察の捜査により、犯人は1階にある難度の高さが約 1.5 メートルある窓ガラスを割って家の中に侵入しました。この難度は外からは死角となっており、外部から侵入することはできない場所となっています。さらにこの難度は普段使用されることがほとんどありませんでした。そしてさらにこの難度は旦那さんがいた今からは一番離れている場所に位置します。このことから犯人はこの難度が普段使われていなかったことを知っている人物ではないかとの見方も強いです。本件が発覚した当時、現場となった自宅の台所と洗面所は水が出しっぱなしの状態となっていました。これは犯人が犯行の際に浴びた返り血を洗い流し、そのままの状態で逃走したと考えられています。また犯人が侵入した難度から旦那さんがいた今につながっている廊下には、犯人が履いていたとみられる運動靴の足跡が残されています。その足跡は迷うことなく一直線に今まで続いていました。そして犯行現場に残された足跡は1種類しか確認されていないことから、単独犯による犯行の可能性が高いとみられ、その足跡は家の裏手にある空き地などでも見つかり、さらに家の外では犯人が使用したとみられる軍手の片方も見つかっています。しかしながら、実は本件で判明している情報はこれで全てとなります。犯人を探る情報がないわけではありませんが、特定に至るまでの決定的な証拠や目撃証言がない。ここからはこれまでの情報を踏まえて考察をしていきます。まず本件は怨恨による殺人事件、そして強盗目的で狙われてしまったという2つの説が考えられます。しかし先ほども述べたように、強盗目的にしては現場から盗まれたものが奥さんの手提げ袋だけ
であること、またその中に入っていた預金通帳から現金を下ろした形跡もないことから、怨恨による殺人の線が濃厚だと考えます。それは死因を考えても同じように考えられます。旦那さんの死因は、鋭利な刃物によって何度も刺されたことによる失血死でした。何度も何度も刃物を突き立てる行為。もちろんその限りではありませんが、強い恨みがあったと考えると辻褄が合います。他に考えられるのは確実に殺害するため、そして奥さんの方には激しく殴打した跡が残っています。犯人が何度から一直線に今に向かっていること、おそらく先に旦那さんに手をかけた後奥さんを襲ったと考えられます。ではなぜ犯人は奥さんに対して刃物ではなく電話線を使用したのか、そこから伺えるのは相手をできるだけ苦しめてやろうという、恨みから来る邪悪な感情が感じられます。もしくは刃こぼれや油がつき、刃物が使用できない状態になっていたのか、怨恨での殺人であれば、犯人が家の事情に詳しい知人である可能性が高いと言えます。外からは死角となる場所を選び、まっすぐに一番離れた旦那さんのいる居間へ、さらに離れた場所の中でも、現在使用されていない納戸を的確に選んでいます。侵入場所となった納戸は、もともとは旦那さんの母親が使用していたベッドがありました。しかし旦那さんの母親は、半年前に老人ホームへ入所しています。果たしてこれらの条件はたまたまなのでしょうか。偶然にしてはできすぎているように感じます。また犯人が知人という線であれば、本件が発生したのは2002年の5月3日。旦那さんがリハビリ施設を退院して2ヶ月後のことでした。しかし旦那さんは、退院はしたものの病気の影響はまだ残っており、この時に感知していたわけではありませんでした。犯人はそれらの事情についても、深く知っていた可能性があるのではないでしょうか。事件発生の10日ほど前から仕事に復帰。旦那さんが回復傾向にあり、これ以上時期を先延ばしにしてしまうと、計画していた犯行が失敗に終わる可能性が高くなる。そう考えて行動に移したとは考えられないでしょうか。私は本件の犯人像について、被害者夫妻に強い恨みを持ち、その内情、事情について詳しい人物が怪しいと考えます。しかしながらそうだとすると、不可解な点が残るのも事実です。それはもし怨恨目的であれば、なぜ奥さんの手提げ袋を持ち去ったのかという点です。この手提げ袋を持ち去ったという行為、これは第三者が強盗目的で犯行を行ったと思わせるためのカモフラージュとも考えられますし、何か犯人を特定するような重要な証拠が残されていた可能性もあります。あえて犯人の特定に結びつかない証拠を残したり、意味もなく物を持っていくといった撹乱である線も考えられます。本件は捜査対象として浮上した人物はすでに数百人以上にも上りますが、未だに特定には至っていません。事件発生から約19年、犯人確保に結びつく情報が圧倒的に不足している状況。本件は捜査特別報奨金制度の対象事件として告示されており、その報酬金額も500万円がかけられています。少しでも情報が集まり、犯人逮捕に結びつくよう願うばかりです。本件で被害に遭われた佐藤重幸さんと竹子さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。